皆さんこれを何だと思われますかね。こっちが表で裏には何も書いてないんですね。近所のスーパーで買いました。匂うといい匂いがします。私は妻が孫に買ったお菓子だと思って一つまみ食べてしまいましたね。まあ思わず少し飲み込んでその後吐き出したんですけども、3日目からちょっと下痢っぽくて、もうそろそろ1週間になるんですけども、下痢がだんだんひどくなってる感じがして困ってます。これが原因かどうかはっきりわからない、病院に一応行ったんですけどね。気をつけてください。これは実は虫を寄せつけないための、除虫剤っていうんですか、そういう薬です。防虫剤っていうんですかね。何もこのケースには書いてない虫コナーズみたいなもんだと思いますね。置いとけば多分子供は食べる子供の方が多いと思います。皆さんこういうものが売ってますので気をつけましょう。一応私はそのスーパーに行って製造元に連絡してこれの販売を差し止めるようには連絡しておきました。表示をちゃんとしろ、そう連絡させるようには言っておきました。